くらマージンゼロでも中盤戦で時間通り過ぎると、うん、ちょっと本戦が弱くなっちゃうのかな。そうですね。いや、難しいですね、マージンゼロの戦い方。すごい考えることが多い。ですね。あ、単発も結構あるな。おお、これ2連にしたのは強いんじゃないか。あ、でも2連鎖連結が。で、ああ、完全素材。なるほど。あ、おーおーおお。なるほど。茨かぶせ。素晴らしい。さあ、向こう、俺はそこに、あれ、本線じゃないか、宮崎さん。あ、なるほど、ね、茨からの。さあ、また茨、おっ。ああ、帰るの、マジでそれ大丈夫って思ったよ。それ大丈夫って思いましたけど。わあ、それ2連鎖にしたのは。わあ、でもちゃんと3連鎖が。あ、でもこれで3連鎖。これ決はどうなんだろう。さあ、茨にする。ちゃんとマージンゼロでも中盤戦やるのが。わあ、もうわからん。ちょっと美濃瀬さん側がこれ結構崩したけど。さあ、これはむしろこれが強いまである。ちょっと本戦が大変そう。ああ、冷静。でもなんかえげつないことになってるマージン。あ、全消しかこれ。耐える。うわ、全消しですね。うま。すげえなこの戦い。あー、今のは。いや、こうなんだろう。緑から3連でも一応帰ったかもしれないですね。マジ。いや、いい試合やった。